サロメあるいは洗礼者ヨハネの首を持つサロメはイタリアの後期ルネサンスのベネツィア派の巨匠ティツィアーノ・ベチェッリオが1515年頃に制作した絵画である。油彩。主題はおそらく洗礼者ヨハネの頭部を持つサロメである。この主題の他の絵画と同様に女性と切断された男性の頭部が描かれたホロフェルネスの首を持つユディトを表していると考えられていた。絵画はジョルジョーネの作とされることもあるが、柔軟な油媒体の卓越した扱いは滑らかで、柔らかい肌の上で柔らかく紡がれた紙の感覚を呼び起こすことを可能にする鑑賞者の接近と関与の感覚により、現在ではティツィアーノの様式が発展する過程の作品とみなされている。モデルはある程度理想化されており、アルテマイスター絵画館の眠れるヴィーナスやウォレスコレクションのヴィーナスとキューピッドと同じ女性であると言われている。サロメはティツィアーノの工房によって何度も複製されている。ローマ教皇クレメンス8世の甥にあたる枢機卿ピエトロ・アルドブランディには本作品に加えて工房作の2枚のサロメを所有していたが、それらは現在ローマのドーリア・パンフィーリ美術館とパサデナのノートン・サイモン美術館に所蔵されている。ノートン・サイモン美術館版。サロメは古代イスラエルのヘロデ・アンティパス王の妻、ヘロディアが前夫との間に産んだ娘である。伝説によると、ヘロデ王は自分の誕生日に祝宴を催して有力者たちを招いたが、その宴の席でサロメが舞踏で、客たちを喜ばせたので、ヘロデ王はサロメに望むものを何でも、褒美として与えようと言った。サロメが母のもとに行き、何を願うべきか尋ねると、ヘロディアは、洗礼者、ヨハネの首が欲しいと言いなさいと娘に言った。当時、ヘロデ王は、実兄の妻であったヘロディアをめとったため、ヨハネから厳しく批判されていた。サロメは、父のもとに行き、母の言葉に従って、洗礼者、ヨハネの首を所望しますと述べた。そこで、ヘロデ王は兵に命じて、獄中のヨハネを殺し首を持ってきさせた。ティツィアーノは盆に乗せられた洗礼者、ヨハネの首を持って運ぶサロメを描いている。サロメは、ヨハネの首から顔をそらしているが、彼女の目は首を見ている。エルヴィン・パノフスキーは、画面のサロメを、瞑想的で、悲しく、少し心が麻痺した彼女は、聖ヨハネの顔にひるんでいるかのように見えるが、それでも彼女の横の視線を抗いがたい力で引きつけると説明している。一方で、次女は原因を理解することなく、主人の苦悩を感じ、分かち合う忠実な犬のような目でヒロインを見つめる。したがって、人物像のピラミッド型の構図において視線は、左側から中央のサロメ、そして死んで目を閉じた右側のヨハネへと流れる。この初期の傑作はしばしばユディトを描いた作品と考えられたが、16世紀末にサロメの母、ヘロディアを描いたものとして言及された可能性がある。仮にこの絵画の主役が洗礼者ヨハネを処刑する陰謀の主導者ヘロディアであるならば、彼女の隣に描かれた若い女性は娘のサロメであり、ここではより魅力的な母親に心を奪われた人物として描かれている。もっとも、最近は、ユディト説と同様に、ヘロディア説を支持する研究者はいないようである。サロメもユディトも力のある男性像に対して、官能的な魅力を行使する点に、物語の核心があるが、ティツィアーノの時代、教会にとって、ヘロディアとサロメは悪人であったのに対してユディトは、女主人公だった。アーチの上部にある、小さなキューピッド像は、主題の官能性を強化しており、サロメの洗礼者ヨハネへの欲望、またはホロフェルネスのユディトに対する欲望を示唆している。サロメとユディトを見分ける判断材料の一つに、次女の存在がある。例外はあるにせよ、一般的に次女は、ユディトの絵画では登場するが、サロメの絵画では登場しない。また盆に載せられた首は普通は、マルコによる、福音書6章で言及されているサロメの物語に関連づけられている。一方、ユディトはしばしば首を袋に入れたり、ホロフェルネスの髪を掴んで運んだりするなどの特徴があり、両者ともにユディト記の物語に従っている。従って、侍女の存在から、ユディとの可能性はあるにせよ、首の運び方からサロメを描いたものと考えられる。また画面左上の二人の女性の頭上には金具が描かれており、パノフスキーはこれを女王としているが、蝶番の可能性もある。この金具を境に、暗がりの色合いがわずかに異なっており、おそらく扉から壁への移行を示している。ノートン・サイモン美術館のバージョンではよりはっきりと、金具と色の変化が見て取れる。これはしばしば芸術作品で描かれた物語のバージョンである。女たちが園の席にヨハネの首を持って戻るために獄中から立ち去る場面であることを示唆している。一方のユディト記のテキストはホロフェルネスが自身のテントの中で暗殺されたことを極めて明確に示しており、ユディトがベツリアの人々に首を見せるシーンは夜間に城門の中で発生するため、絵画の背景をユディトの描写と調和させることは困難である。セバスティアーノ・デル・ピオンボの洗礼者、ヨハネの首を持つサロメ。ロンドンのナショナルギャラリー所蔵。1510年代の他のティツィアーノの商品と同様、その貴族は何世紀にもわたって揺らいでおり、初期の記録ではティツィアーノの作とされているが、19世紀までにはジョルジョーネに帰属されるようになり、その後、イタリアの美術評論家、ジョバンニ・バティスタ・カバルカゼルとイギリスの美術史家ジョゼフ・アーチャー・クローはイル・ポルデノーネに帰属させた。しかしジョバンニ・モレッリが1890年にティツィアーノに再帰属すると、その世紀の終わりまでには、ほとんどの研究者がティツィアーノの作品と考え、専門家の間では、これが通常の見解として定着した。ノートン・サイモン美術館のバージョンは1801年から1859年にかけて、ティツィアーノの作品としてイギリスで売却されたが、1891年にロンドンで売却された時はジョルジョーネの作品とされた。制作年に関しては1515年頃とするのが長い間通常の見解だったが、チャールズ・ホープは純粋に様式的な理由から1511年頃とした。これは場面設定が左側の暗がりから右側の明るい場所に映っているセバスティアーノ・デル・ピオンボの1510年の洗礼者、ヨハネの首を持つサロメとも関係がある。この作品も一部ではユディトとみなされている。枢機卿、カミーロ・パンフィーリ、オリンピア・アルドブランディーニ、枢機卿、ピエトロ・アルドブランディーニ。本作品と思われる絵画の最初の記録は1533年にティツィアーノの非常に重要なパトロンであった、フェラーラ公爵アルフォンソ一世、デステのコレクションに記録された、ユディトである。この記録に合致するティツィアーノの絵画は他にないように思われ、したがって、この作品がドーリア・パンフィーリ美術館の絵画でない場合、記録にある絵画は失われているに違いない。続いて1592年には、アルフォンソ・デステの孫娘、ルクレツィア・デステが、ヘロディアと呼ばれる絵画を所有していた。これらの絵画が本作品である確かな証拠はないが、ウェゼーなど何人かの美術史家は本作品として同定している。そして、サロメはおそらく1598年にフェラーラが教皇領に併合された後、枢機卿、ピエトロ・アルドブランディーニによって没収されたエステ家の絵画コレクションの中に含まれていた。確かなことは1603年までに、ピエトロ・アルドブランディーニは、ティツィアーノの2枚のサロメを所有しており、後に、名のオリンピア・アルドブランディーニに相続されたということである。彼女の結婚相手は、教皇イノケンティウス10世の甥、カミーロ・パンフィーリ枢機卿であり、絵画コレクションは持参金として、パンフィーリ家に持ち込まれ、さらにドーリア・パンフィーリ美術館のコレクションの中核となった。絵画は18世紀にはヘロディアと呼ばれたが、それを見た外国人の多くはユディトとして記録した。アルドブランディーニ家に由来するパンフィーリ家の2枚のサロメのうち、保存状態の悪い方は18世紀末に売却された。1797年から1798年のイタリア侵攻の間、フランス軍の略奪を見越して多くの芸術作品がイギリス人に売却されており、サロメはウィリアム・ヤング・オトリーよって最初に購入され、1801年にロンドンで売却された。その後、多数の所有者を経て1965年にノートン・サイモン財団によって購入された。ティツィアーノ、工房作、またはその両方による初期の複製がいくつか確認されている。現在、ノートン・サイモン美術館に所蔵されているバージョンは、工房作の中で最高のものとみなされている。サルビアーティ家、スウェーデン女王、クリスティーナ、オデスカルキ家のコレクションに含まれていた別の初期の複製は、現在、アメリカ合衆国の不動産王、ルーク・ブルグナーらが所有している。ティツィアーノは1550年代以降に、頭の上に持ち上げた盆に、洗礼者、ヨハネの首を置いている、プラド美術館のサロメを描いており、おそらく画家の娘、ラビニアをモデルとして起用している。1560年代に遡る別の作品が最近再登場しており、こちらは東京の国立西洋美術館に所蔵されている。またティツィアーノは1570年頃に疑いの余地のないユディトを主題とする作品を制作した。これはデトロイト美術館に所蔵されている。ティツィアーノは以下のようなサロメ及びユディトを描いている。ありがとうございます。